シュタインハイムアンデアムルは、ドイツビュルテンベルク州、ルートビヒスブルク郡に属す市である。本市は、シュトットガルト地域及び、シュトットガルト大都市圏周辺地域に含まれる。シュタインハイムは、ホモ・スタインハイメンシスの発掘地である。ホモ・スタインハイメンシスは、およそ25万年前と推定される、戦死時代のヨーロッパで3番目に古い人類である。シュタインハイムは、 ルートビヒスブルク郡北部のムル川下流域、高度190メートルから392メートルに位置しており、自然地域区分のネッカーボンチ及び、シュバーベンフランケン森林山地の一部を有している。市内をボットバール川が流れ、中心部のやや西側でムル川に注いでいる。シュタインハイム湾でアムルは、ヘップフィヒハイム、クラインボットバール、シュタインハイムの各宿からなる。 各市区の協会は、かつての市町村協会と同じである。公的には、市区の名称は、市の名前をまず記し、ハイフンをつけて、市区名を記述する。市区は同時に、バーデンビュルテンベルク州の自治体法が定める、ボーン別力をなしており、ヘプフィヒハイムとクラインボットバールには、バーデンビュルテンベルク州自治体法が定める、地区議会と代表者としての地区長を有している。 ヘプフィヒハイム地区には、ヘプフィヒハイム集落と、これとは、離れた、シュピースホーフ集落が属している。クラインボットバール地区には、クラインボットバール集落、フォルストホーフ小集落、シャウベックの城と小集落が属している。シュタインハイム地区には、シュタインハイムアンデアムル集落、レールホーフ小集落、ホルダービルケンホーフ小集落、ブーフホーフ小集落、および、 これらと離れた場所にあるホルヌングスホーフ集落とジーゲボッツブーフ集落が属している。シュタインハイム湾でアムル市は北東から時計回りにアスパハ、エール・トマンハウゼン、マールバフ・ハームネッカー、ムル、プライデルスハイム、インゲルスハイム、ムンデルスハイム、グロースボットバールと境を接している。州統計局の2018年12月31日、現在のデータによる。 シュタインハイムの地域は、ローマ時代にはすでに定住が行われていた。ローマ時代の地層からの出土品と多くのレンガ製の炉がこれを証明している。500年頃にメロビング町によって、シュタインハイムの在京貴族シュタインハイム領主化が廃された。これにより、その後フランク人の村が形成された。シュタインハイム家は、現在のブルクベルクに800年頃に建設された。 防衛用の城と監視所を所有していた。これらの施設はおそらく1250年頃に完全に破壊された。シュタインハイムは832年9月13日付のロルシュ文書に初めて記録されている。12世紀にバーデン編強博がローマ時代の浴場後に領主館を建設した。1254年に キシベルトルト・フォン・ブランケンシュタインと、その妻エリーザビト・フォン・ブランケンシュタインは、マリエンタール修道院を創設し、シュタインハイムの教区教会などを修道院に寄進した。教皇院のケンティウス4世が修道院設立を許可した1251年4月4日の同じ日に、修道院創設者の婚姻を許可していることは、注目に値する。このため、修道院設立が、 この婚姻許可の条件であったと考えられている。この修道院は、かつてのバーデン編教博の領主館にあった。その後、影響力の強いドミニコ会女子修道会の女子、修道院に発展して行った。エスリンゲン・アムネッカーに広い土地を獲得し、1271年、以後その領主権を有した。この頃の地名はスタイナンであった。 死壁と堀を建設するための税に関する1365年4月21日付のシュタインハイム市民宛てのカール4世の書状14世紀にシュタインハイムはさらに発展し死壁と堀の建設に大きな財源が必要となったこれを可能にするために皇帝カール4世は新たな命令があるまでの間建設工事を可能とする金貨の鋳造許可をシュタインハイム住民に与えた アンドレアス・キーザーによる1686年頃の、シュタインハイム・ウェズ1550年から1560年の宗教改革に伴いマリエンタール修道院は、世俗化され、1643年に全焼した。現在、発掘の出土品を修道院、歴史博物館で見ることができる。ビュルテンベルク領に関される前の百六十四年から、この集落は時々、 都市と記述されているが、正式に都市権が授けられたのは1955年になってからであった。1818 18年1月1日に発行した行政改革により、ビュルテンベルク王国は64のオーバーアムトを設けた。シュタインハイムはオーバーアムトマールバッハに属した。19世紀末頃にシュタインハイムはビュルテンベルクの家具産業の重要拠点に発展した。 ただし現在では、家具産業は現在は、あまり重要な役割を果たしていない。1933年に、シュタインハイム近郊で、ホモ・スタインハイメンシスと呼ばれる、原始人の頭蓋骨が発見された。これは現在までヨーロッパで発見された、原始人類のうち3番目に古いものである。ホモ・スタインハイメンシスは、シュタインハイムの原始人類博物館で、 見学することができる。夏時代のビュルテンベルクの行政改革により、1938年にオーバーアムトマールバッハが廃止され、シュタインハイムはルートビヒス軍に属すこととなった。シュタインハイムとクラインボットバールとを結ぶ街道沿いの採石場で、1945年4月17日に戦争末期の犯罪が起こった。妻の死を知り、離退した。 国防軍兵士エルビン・クレーツが逮捕され、第559国民的団兵士団司令官、クルトホン・ミューレン少将の命令で射殺されたのである。これを追悼して1989年に記念碑が建立された。第二次世界大戦後、シュタインハイムはアメリカ管理地区の一部となり、新設されたビュルテンベルクバーデン州に属した。この州は1952年に、 現在のバーデンビュルテンベルク州となった。各時点の町域、地域内の人口を示す。数値は、人口調査結果あるいは、バーデンビュルテンベルク州統計局の公的研究結果に基づく、この町を主たる居住地とする人口である。シュタインハイム・アンデアムルの市長者シュタインハイム・アンデアムル氏の市議会は、運営してタイルオルツバールと呼ばれる選挙方法で選出される。 この方法では、長官議席の数は変動する。2019年5月26日の選挙結果に、基づく議席数は22議席である。議会は、この選出された、市議会議員と議長を務める市長で構成される。市長は、市議会での投票権を有している。ズンガラ、赤字。帝国防守に似た金色のフレッケンの印の下に、6つの 銀色の石が1、2、3に積み重ねられて廃されている。この紋章は1558年以前にすでに町の印象に用いられていた。帝国防守に似たフレッケンの印が初めて認可されたのは1422年であった。死の旗は赤から木から白で、この配色は1863年から用いられている。シュタインハイムの道路に埋め込まれた。 姉妹都市シャールバールの紋章シュタインハイムは、ビュルテンベルクワイン生産地区のビュルテンベルク、ウンターラント地区グロースラーゲブネンシュタインに属すワイン、生産地である。旧シュタインハイムアンデアムル駅前に展示されている、機関車99-651クラインボットバールと、シュタインハイムは、1894年に完成した、マールバッハームネッカーからバイルシュタインに至る。 狂気鉄道ボットバール鉄道に面していた。王立ビュルテンベルク国有鉄道はタイプアイと EA イの駅舎を設けた。その後この路線はハイルブロン南まで延伸された。1966年に旅客運行が廃止され、貨物輸送はマールバッハとシュタインハイムとの間が改めきされ、1989年まで存続した。2016年までは、 シュタインハイムの旧駅前に展示された機関車99651が狂気鉄道の時代を思い起こさせていた。高額の修繕費用がかさんだため、市議会は2016年2月16日にここを閉鎖することを決定し、機関車は屋前ハウゼンのエヒスレ狂気鉄道博物館協会 EV に寄贈された。鉄道廃止後、公共旅客交通はもっぱらバス路線による。 シュトットガルト地域バス460号が30分間隔で運行している。また、461号も主要な交通の軸となっている。この路線は、ホレン・ビンケル新興住宅地を通る。軍立クレーブラトップ・フレーゲハイムの老人、用語ホームがある。原始人類博物館これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり。 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。